ちは。薬膳ナースけいこです。今回は講座にご興味を持っていただいてありがとうございます。こちらの動画では、東洋医学の知恵袋で産後の心身を癒して回復、健やかママになろうの講座についてご説明します。動画の内容は、一つ目は、なぜ産後の養生が大切なのかということと、二つ目に講師の簡単なプロフィール、三つ目は学習内容について説明をさせていただきます。よろしくお願いします。まず一つ目の内容、なぜ産後の養生が大切なのかということですが、女性が活躍できる社会となりましたよね。それに応じて初産の年齢が少しずつ上昇傾向にあります。産後体調が戻る間もなくプレ更年期に悩むといったことも珍しいことではありません。若い年齢での出産であっても産後の不養生が原因で後々不妊に悩むといったケースもあります。産後の心と体を大切にいたわることは、今の子育てのため、それだけではなく、今後健康に暮らしていくためにも、もし望むのであれば、次の妊娠のためにもとても大切なことなんです。心身の疲れと慣れない育児で途方に暮れる日もあるかもしれません。でも自分の心身のケアをする方法を知っていれば、日々翻弄されるだけでなく自分で対処行動が取れる、自分で状況のコントロールをできる、良い方向に変えられるという事実が安心材料になり、前向きな気持ちにつながります。それからまだ目が見えにくい生まれたばかりの赤ちゃんは、ママの声、喋り方に意識が向きますし、少しずつ目が見えるようになれば、ママの表情をよく見ています。ママの心身が健やかであることが、赤ちゃんの安心感に大きく影響します。赤ちゃんとママが幸せに暮らすためには、産後の心身の回復が重要であることを、私自身も実感しています。産後の心身を回復させる養生を、一人でも多くのママにお伝えしたい。できるだけ穏やかな心と体で新しい命に向き合うお手伝いがしたいと考えています。それでは内容の二つ目、簡単に講師のプロフィールを紹介させていただきます。私は1978年、福岡県生まれです。19年間看護師として働く中で、日進月歩進化する西洋医学に触れながら、日々、人の心と体の健康に向き合ってきました。縁あって、東洋医学を学ぶ機会に恵まれ、養生大学理事長の井由衣先生が代表を務める東方薬膳学院に入学します。卒業後も日々学びと実践を繰り返しながら自己研鑽をしています。2020年よりオンラインでの講座や某企業のオンラインフェスタで東洋医学をベースにした健康づくりについて発信しています。受講者の方からは母子の健康を心から願う気持ちが伝わってくる。わかりやすい、今日から始められそう、などお喜びの声を多く頂戴しています。そして少しプライベートなお話をさせていただきますと、私は令和元年に出産しました。子供はお腹にいた頃からすくすく成長していたのですが、私、母体側の胎盤の位置などの問題で、妊娠中から産後にかけて3ヶ月半入院しました。何度か集中治療室に入ることもありましたが、たくさんの方々のご尽力で無事に出産できました。
ただ出血も多く、命の危険を感じたこともありました。やっと退院したものの、産後、心身ともにかなり弱っていました。満身創痍な中でも、子育てしながら日常生活を送れたのは、家族の支えとともに、自宅でできる産後の養生を多く知っていたことが、本当に大きくいいように影響しました。自分自身も助けられた産後の養生を、ぜひたくさんの方に知って活用していただきたいと思い、本講座に取り組んでいます。それでは最後に、学習内容についてご説明します。本講座は全4回。総学習時間は3時間となります。1回目と2回目の講座では、産後の心身の変化と対策についてお伝えします。1回目は、気・血・水論から見た産後の心身の変化と回復を促す対策を学びます。気・血・水論と言われても、馴染みがない方もおられるかと思います。東洋医学では、この気・血・水が十分保たれ、スムーズに巡っていること、バランスが取れていることが健康な心身を整える上で重要です。妊娠から出産、子育てがスタートしたことで、気・血・水のバランスに変化が起こります。その変化に対処することが、心身を癒して回復することに直結します。2回目は、五臓論から見た産後の心身の変化と回復を促す対策を学びます。五臓も馴染みの薄い言葉かもしれませんね。実は、5つの臓器を指しているわけではないんです。東洋医学の臓は、臓器の働きや働きによって生じる現象も総合して捉える概念的なものです。五臓が互いに調和を取りながら、心身が健康であるように働いています。妊娠から出産によって弱ってしまった臓をいたわり、回復させることを学ぶ。それとともに、心身の回復を促進させるための要になる臓が、実力を発揮しやすくする方法をお伝えします。1回目、2回目。ともに回復を促す食材、回復を促す暮らし方を学びますが、回復を促す食材については、私が薬膳師であることから、専門店でしか入手できないような食材や、独特の香辛料を紹介するのではないかと思われるかもしれませんが、そんなことはありません。暮らしの中に取り入れやすいように、ほとんどの食材は、一般のスーパーマーケットで入手できるものをご紹介しています。また、回復を促す暮らし方も、自宅でその日から実践できる内容をご紹介しています。3回目、4回目は、産後に起こりやすい不調の対策についてです。原因や予防できるものについては、予防の視点。具体的な対策としては、食事や生活習慣だけでなく、ツボを意識したストレッチなどもご紹介していきます。これは難しいものではなく、育児や家事の合間にできる毎日ルーティーンとして実践しやすい簡単なものです。ストレッチは私の過去の講座でもとてもご好評をいただいています。また、各回、最後にブレイクタイムを設けています。産後のママが子育てしていくにあたり、心身の健康を保つための豆知識をお届けしています。学習内容についてのご説明は以上です。産後の忙しい時期にゆっくり時間をとって、新たな健康づくりの習慣を始めるのはなかなか難しいことだと思います。なので、
普段食べる食事の食材の選び方を一工夫すること。回復しやすく、消耗しにくい暮らし方のコツを意識して実践すること。育児や家事の合間にルーティン化しやすい簡単なストレッチを行うことなど、負担にならない産後の健康づくりをご自分のものにしませんか？講座は一度お求めいただくと365日24時間いつでも視聴受講できます。ご自身のペースで好きなタイミングに負担にならない時間分見ることができますし、いつでも見返すことができます。産後とても取り入れやすい、学びやすい形態なのではないかと思います。講座は養生大学のホームページよりお求めいただけます。講座の説明は以上です。赤ちゃんの健やかな成長にはママが健やかであることがとても大切だと思います。できるだけ万全な体調と穏やかな気持ちで赤ちゃんと向き合うお手伝いができると嬉しいです。今回は最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。